それではね、こちらイタリア製の生地の紹介になります。カシミヤが入ったね、ウールストレッチの紹介になります。まずね、この生地の特徴なんですけども、クオリティがね、すごくいい生地ですね。最初こう触った時にね、本当にこうクオリティの良さをね、こう実感した生地になります。でカシミヤも、まあ、2% わずかになんですけども混合されてます。非常にね、こう触った時のね、こう肌触りというかね、質感がね、すごくね、こう特徴的な生地だったと思います。ウールってね、結構チクチクしちゃうんじゃないかっていうね、質問あるんですけども、これに関してはね、非常にこうサラーっとしたね、こうしっとりとしたこう柔らかい質感楽しめるんじゃないかなと思います。はい、で次に、これストレッチ素材なんですけども、ちょっとどのくらいのね、こう伸び感があるのかもちょっとね、見ていきます。な感じですね。これね、わずかに伸びるようなね、こう弱ストレッチタイプになっております。で弱ストレッチのね、特徴、どういう特徴があるかっていうと、実際に生地でね、こう触った感じだとね、あまり、実感湧かないんですけど、ね、やっぱり着た時にね、こう全体的にこう柔らかさがね、こう出るんですよね。それに作品仕上がった時ね、着てみるとね、またね、こう実感できますので、ぜひね、参考にしてみてください。でカラーもね、すごくいいんですよね。ムジライクなんですけども、すごくね、色のセンスが良くて、こちらがね、こうグレー系になります。でこっちがネイビーカラーにね、こうなるんですけども、どちらもね、すごくこう上品な色を楽しめるんじゃないかなと思います。はい、それでは次、質感の方を見ていきましょう。まずね、生地の厚みなんですけども、これね、秋冬の中2カツタイプのね、生地になるんじゃないかなと思います。イメージで言うと、トップスボトムスワンピースですね。涼しくなった季節のお洋服全般に使えるんじゃないかなと思います。アウターだとちょっと薄いかなっていうね、そんな感じの、イメージですね。参考にしてみてください。次ドレープね、見てみましょう。すごくね、綺麗にこんな感じで出ますし、タックをこうやって入れたデザインなんかもすごくね、綺麗に出るんじゃないかなと思います。とにかくね、上質な雰囲気、味わえると思います。はい、で最後にですね、生地幅なんですけども、150センチ幅ですね。幅もね、すごく広い生地になってますので、洋尺たっぷりとね、こう使っていただけるんじゃないかなと思います。作品のご紹介をいたします。まずね、パンツを作ってみました。こちらね、履きやすいタイプのデザインなんですけれども、まずね、スワミでも大人気のこう脇にね、はぎ目がないタイプになっております。ここね、縫い合わせてないんです。前と後ろが一体型になっておりますので、こうしたね、こうチェックの柄なんかがあっても、こう柄合わせもね、しなくていいので、こう気楽にね、作れるのが嬉しいデザインになっております。でそしてね、裾にもアクセントがあって、表にね、折り返すこうダブルの仕立てになっております。折り返して履くのがね、ポイントになるパンツになっております。でチェックの柄もね、生かされてシンプルなデザインで作ってみました。そしてもう一つ、ワンピースも作ってみました。またね、パンツとは変わって雰囲気もね、違うんじゃないかなと思います。こちらはこう小さめのね、フラットカラーがついたおしゃれなね、タイプの、可愛らしいね、デザインになっております。でね、切り替えがあって、タックもね、入っているので、アクセントにもなるし、サイズ感もね、着やすくなっておりますね。とてもね、扱いやすい素材になっておりまして、こうしてね、タックが入っていたりとか、小さなね、襟だったり、細かい部分も縫いやすいタイプになっておりますね。でそして素材までカシミヤが入っているんですよね。なのでこう少しのこの上品な光沢感と肌触りがね、本当にとても気持ちよくって、もう着ていてもね、気持ちがいいんじゃないかなと思いますね。ぜひね、そういった素材も楽しみながら、いろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。